底辺さんは掃除の仕事しかありません。さあ、優秀な俺たちを目の前に今どんな気持ちですか？どこぞの元議員のように手を耳に当てる仕草をしている。私はため息をついて会場のドアに手をかけてそれを引く。あら、これはこれは。あ、底辺、黙っていくな。なんか言え。お前マジでつまんねえ掃除夫だわ。掃除に関してはあんなに流暢だったのに他のことは話せねえのか。もうお前いいわ、とっとと帰れよ。私の開いた扉の先に誰がいるのか、壇上に上がっている彼だけが見えていない。私はユリコ、とある化粧品メーカーで清掃のパートをしている。2年前に夫を病気で亡くし、現在は一人暮らしだ。65歳になっても平日を仕事に当てている私を独立した子供たちが心配して様子を見に来る。お母さん、もう働かなくてもいいでしょ。年金も出る年だし、ゆっくりしたら。ありがとう。でもね、お父さんもいないし、一人は退屈なのよ。お金の問題じゃないの。仕事は私の生きがいね。そういうもん。でも、もう年だしさ、心配になるのもわかるでしょ。うん、ありがとう。でもね、今時の60代はまだまだ元気よ。体が働くうちは働いていたいわ。まあ、その気持ち、わからなくもないけどね。とにかく、無理だけはしないでよ。ええ、ありがとう。娘は週1回実家に顔を見せ、毎度似たような会話をして帰っていく。すでに書体を持っている娘は来るたびに食事の準備や細々とした雑用をこなしてくれる。きっと娘の中で私は老人、心配の対象なのだろう。そんな気遣いがとても嬉しくはあるが、体の自由が利かない身ではない。まだまだ自分のことは自分ですることができる65歳である。そして息子もまた週1回娘とは別の日に顔を出す。これも何やら子供たちで話し合って週2回私の様子を見に行くと決めているようだ。母ちゃん、なんか手伝うことある？ないわよ。ご覧の通り家は片付いてるでしょ。うん、相変わらず綺麗にしてるよね。それよりあんたお腹空いてるんじゃないの？仕事帰りでしょ。え、わかる。今日は肉じゃがだけど食べてく？いただきます。はいはい、じゃあ多めに作るから、みなちゃんと子供たちにも食べさせてあげてね。いつもありがとう。みな、母ちゃんの手料理大好きだから喜ぶよ。娘とは違ってただただ帰省しているような息子だが、まあそれでも私のことを心配してくれてのことだ。毎回大量の料理を作り持って帰らせている。そして息子のお嫁さんであるミナちゃんは専業主婦であり、週に2回ほど我が家を訪ねてくる。彼女はさりげなく我が家の掃除用品などなど足りないものを補充してくれているのだ。子供たちは成長し、それぞれ書体を持っているが、いい伴侶に恵まれた。いつもありがとうございます。掃除をしていれば声をかけてくれる従業員もいる。ここで働いてもう随分と経つが、昼休みの時間を使って恋愛相談を持ちかけてくる社員さんもいる。夫が亡くなって寂しい気持ちは拭えないけれど、こうして人と会話を楽しむことで私の毎日は充実していた。ゆり子さん、好きな人がいるんですけど。いつも元気よく挨拶をしてくれる女性社員が私に声をかけてきた。あらあら、そうなの？お弁当をいきなり作るって重たいですかね。そうね、彼とはどういう間柄なの？先輩に当たります。今はただの先輩後輩って感じで、でもなんとかアピールしたくて、どうしたらいいと思います？ほら、あの人です。私と彼女は自動販売機の陰から彼女の指を指す方向に視線を向けた。あら、あなた谷本くんが好きなの？え、ゆり子さん知ってるんですか？え、あなた見る目あるわね。本当ですか？嬉しい。谷本くんとあなたはとても似たタイプよ。え、そうなんですか？
え、だって彼も毎朝会うたびに元気よく挨拶してくれるもの。そうね、谷本くんは鈍感タイプだと思うから結構直球でアピールしてもいいかもしれないわね。なるほど。ただお弁当はとりあえず保留ね。彼は確か映画が好きだったわ。え、そうなんですか。いつも会うたびにレイトショーの話をしてくれるの。私も映画が好きでね。私も映画好きです。あら、いいじゃない。じゃあまずは話題の映画を見に行ってパンフレットを購入するといいわね。誘うんじゃなくてですか。パンフレットをカバンに忍ばせて、谷本くんがそれに気がついたらきっと彼から映画の話題を振ってくれるはずよ。そこから一緒に映画を見に行きましょうって誘うのがスマートだと思うわね。ゆり子さん、ありがとうございます。そんな会話をした1年後、彼らはめでたく結婚の運となった。彼女は律儀に私を挙式へ招待してくれた。ゆり子さん、本当にありがとうございました。これからも彼のそばでお互いに支え合える関係でいられるように頑張ります。私はただあなたと楽しくお話をさせていただいただけよ。こちらこそ今日は素敵な場に招待してくれてありがとう。やっぱりゆり子さんの噂は本当だったんですね。あら、何か噂があるの。はい、私がゆり子さんとお話しさせていただくようになっただいぶ後で耳にしたことですけど、ゆり子さん、私以外の社員の恋愛相談にも乗ってるんですよね。そうね。しかもみんな結婚して幸せな生活をされてるとか。そんなことないわよ。中にはあの人はダメよって言ったこともあるわよ。でもそれって結局その本人のためになったってことですよね。だといいわね。ゆり子さんに相談した人はみんないろんな形で幸せをつかんでるんです。あら、そう。それは嬉しいわ。ゆり子さんは掃除のプロでもあり恋愛のプロでもありますね。何何、何の話。なんでもないよ、ガールズトークだよ。二人はとても幸せそうだ。これまでの二人のようにたくさんの人たちが声をかけてくれ、若者が幸せな笑みを私に向けてくれる。清掃の仕事にはもちろんやりがいを感じているけれど、社員さんたちと話をすることもまた一つの私の生きがいだ。そして季節は4月に突入した。また新たな新入社員が入社する季節である。もう自分の子供たちよりも若い子たちではあるが、陰ながら彼らの新たな人生のスタートを嬉しく思う。今頃は入社式真っただ中だろう。そんなことを思いながら、彼らが使うデスクや細々したものの清掃に気合が入る。そしてトイレの清掃をしていると見慣れない男性と目が合った。なんだ、まだ清掃中。ええ、数分で終わりますよ。もし気になるようであれば、下の階の清掃は終わっているので、そちらをご使用いただければと。するとその男性は目を細めてふんと鼻を鳴らした。はあ、つかあんた何様。ただの掃除婦の分際で社員に物申しちゃダメでしょう。これまで長いことここで清掃しているが、こんなことを言われたのは初めてのことだ。俺はね、今日からここで働く社員なの。あんたは掃除婦のパートでしょ。わかる？頭の出来が違うのよ。あんたは俺が来た時点でとっととここから出てって、俺が用を足すのを外で待つ。あんたがすべきことはそれ。彼がどれほど優秀な人材かは知らないが、大層な自信を持っているようだ。あなた、ここの社訓はご存知？はあ？職務を全うするにはまず身を清めること、そしてそれは身の回りの清掃から始まるんですよ。ここの企業は清掃にも重きを置いているでしょう。化粧品を扱う会社ですからね。社員たちが不衛生では気品を求めるものは売れないでしょう。お客様に失礼ですよ。ここは化粧品という商品以外にも清掃に力を入れている会社だということは承知した上での入社でしょう。私の仕事はその一部を担うことです。よってあなたはこのまま私の掃除が終わるのを待つか、
他の階のトイレを使用してくださいね。男性社員の顔は真っ赤になっている。そして私を睨みつけた。掃除婦の分際で偉そうなこと言うなよ。あとね、現代の子たちだからそういったことには敏感なはずだけれど、掃除婦とは差別用語に該当するのよ。今は私たちのことは清掃員というの。きちんと覚えておかないと、あなただけでなく会社が恥をかくことになるわね。くれぐれもお気をつけくださいね。はあ、お前マジで何様だよ。寿命が尽きるまで掃除婦として働く中卒のババアが。彼は激高したままトイレを出て行った。なんという社員が入社したのか、採用基準はどうなっているのか、これは由々しき問題だ。しかし、あの彼がこの後どのようなトイレの使い方をするのか。あの手のタイプは陰室に報復を繰り返すだろう。彼はきっと下の階のトイレに向かったはずだ。これで気遣いのできる人であれば、まだ清掃が終了していない上の階のトイレへ向かってくれるところだが、彼にそれは期待できない。私は早々下の階へ向かった。すると案の定、男性トイレから大きな声が聞こえた。お前何してんだよ。聞き耳を立てる限り、あの新入社員が先輩社員に怒鳴られているようだ。なんでこんな汚い使い方すんだよ。掃除する人の身にもなれ。やはり彼は私に掃除をさせようとあえて粗相をしたのだろう。いや、でも掃除婦がいるんだし、そいつらにやらせればよくないっすか。そんなわけねえだろ。お前が掃除ろ。なんでですか。俺掃除婦じゃないっすよ。関係ねえよ。お前が汚したんだろ。今すぐ雑巾で拭け。清掃スタッフがいるからどんな使い方をしても問題ないって思ってんのか。お前よくこの会社に入れたな。俺たちは自分たちが使うものは極力汚さないようにするんだよ。トイレなんてなおさらだ。ふざけた使い方して清掃してくれる人たちに迷惑かけんな。はい、すみません。会社の教えを忠実に守る社員さんにほっと胸をなで下ろした。社風に似つかわしくない新人が入社したが、彼は新人研修を耐え抜くことができるのだろうか。彼があの研修に耐えられるとは到底思えないが、まあ見物といったところだ。毎年研修で数人の離脱者が出るが、彼はその一号になりそうだ。そして迎えた研修初日、私は会場の清掃を担当していた。気合の入った新入社員たちは集合時間よりも15分も前にホールへやってきた。私に会釈する者、そのまま席に着席する者、いろんな人がいる。私が清掃を終え会場を出て行こうとしたところで勝ち合ったのはあのトイレ小僧だ。彼は私を見るなり、にやりと不敵な笑みを浮かべた。そして壇上に上がるとマイクをつかんだ。新入社員のみんな、入社おめでとう。先輩社員や役職がまだいない会場で彼は悪ふざけをしだした。ここに集まった新人は皆一流大学出身のエリートだ。さて、彼と同じく一流どころを出た新入社員たちはどんな反応を見せるのか。予想通りしらけ倒している。これは若者の言葉で言う滑ったというものだろう。あの子は先が思いやられる。そんなことを思いながら会場を後にしようとしたところで、彼は壇上から私を呼び止めた。まあ滑ったことを自覚し、私をネタに笑いを盛り返そうと必死といったところか。おい、そこの底辺掃除婦、掃除ご苦労。底辺さんは掃除の仕事しかありません。さあ、優秀な俺たちを目の前に、今どんな気持ちですか。どこぞの元議員のように手を耳に当てる仕草をしている。私はため息をついて会場のドアに手をかけてそれを引く。あら、これはこれは。あ、底辺、黙っていくな。なんか言え。お前マジでつまんねえ掃除婦だわ。掃除に関してはあんなに流暢だったのに、他のことは話せねえのか。もうお前いいわ、とっとと帰れよ。私の開いた扉の先に誰がいるのか、壇上に上がっている彼だけが見えていない。そして席に座る新入社員たちはその先が見えている。一同はこの状況に震えている。
私は振り返り彼を見つめた。あ、なんか言いたいことある？ここを去るのはあなたかもしれないわね。ああ、話は全部丸聞こえだよ。壇上の彼はいきなり登場した社長の姿を見て氷のように固まっている。随分と失礼な物言いをするんだね。失礼にも程がある。社長はわなわなと震えている。まあそれもそうだ。君、名前は？笹原です。笹原君を採用したのは誰かな？社長は鋭い眼光を後ろに控えていた面接官へ向けた。ところで笹原君、今日の研修は何をするか知ってる？いえ、存じ上げません。社内清掃だよ。え？社内、併設されている工場全ての掃除を行うんだ。我が社は化粧品を扱う会社だ。お客様の綺麗を保つものを買っていただいている。お客様に美しさをご提供するなら、まず社員である私たちが清潔を保たなければならない。新人は社内の掃除から仕事が始まるんだ。面接時にその説明はしたはずだよ。それを納得した上での入社だと思っていたけれど、君は清掃スタッフさんを軽んじる発言をしたね。君は彼らに教えを請うことができるだろうか？まあ入社した以上は身体について私からどうこう言うことはないよ。自分で判断して決めたらいいね。うなだれていた笹原君は研修期間中に会社を退職した。今回の新入社員はなかなか根気があるようだ。結局研修期間中に退職したのは笹原君1名だった。あんた、あんな子初めて見たわよ。お父さんが一代で立ち上げた会社なんだから潰すんじゃないわよ。分かってるよ。あの件以降、実家を訪ねてきた息子をとっ捕まえて念を押す。しかし笹原君だっけ、なかなかパンチが効いてたわね。あ、うちには似つかわしくない社員だったね。そうね。そう、私が清掃員として働いている化粧品会社の2代目社長は息子だ。夫が他界した2年前から業務を引き継いでいる。もともと私が働く清掃会社は化粧品会社の子会社として夫が起業した会社だ。しかし夫が亡くなったことでたもとを分かち、清掃会社は別会社となり、社長業は娘が引き継いでいる。夫には企業立ち上げの時に社長にならないかと打診を受けたが、私はそれを断った。社長業を兼任しながらの清掃は難しい。清掃員が夫の妻だなんて分かったら気を使わせる。そして何より、私は社員さんたちとの触れ合いがかけがえのないものとなっている。私はいつも三角巾をした掃除のおばちゃんポジションが好きなのだ。それに夫の挙げた信念を現場でサポートし続けたいという思いもあった。夫が快くそれを受け入れたことで今でも感謝している。そしてあの時、息子が私は母親だと名乗らなかったことへの感謝だ。これで清掃スタッフとして彼らと関わることを継続できるのだから。ありがとね。何が？これでまた掃除のおばちゃん、おばあちゃんができるわ。バラしてもよかったんだけどね。あの新入社員、母ちゃんにすげえ失礼だったし。でも母ちゃんの気持ちは分かってるつもりだから、これからも言わないよ。恋愛エキスパートの清掃員なんでしょ？あら、やだ、あんたんとこまで話がいってるのね。そりゃそうだよ、俺社長だよ。まあこれからも社員さんたちの話を聞いてあげてよ。もちろんよ。私はこれからも亡き夫の会社に子供たちと共にそれぞれの形で守っていくのだ。娘さんや息子さん、そしてゆり子さんの行動一つ一つに温かみを感じます。素敵なご家族ですね。これからも充実した毎日をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。